もっと力抜いて、力抜いて。体がこうやって横向きにこういうふうに入っててここにある感じね。でこのぐらいまで開いていいけど そこからは手が来ないと。ラスト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 、うん、必ずね左手がこうやってこうやってやってこうやってなるのよ。だからこうやって左手がここに来るから回っちゃうのね。ここでこらえてないと、こうした後ここでこらえてないと、これがこう来ちゃうと回っちゃうから。もう一回お願いします。回さないようにしても手が先行しちゃう癖がそのまま出たね。もう一回ラスト、うん、あーごめん。ボールのペースに合わせて引いてるじゃん今最後。その段階だったらもう時間の作り方としてはもう全然遅い。はい、浮いてボールが来てるんだったらもうこういうふうに動いていかないといけない。こうやってこうやって横向いて動いていくぐらいじゃないといけない。でブーンっていうこの感じが。今言わなかったから意識できてなかったかもしれないけど、そこを変えたい準備を。はい、1でこうやって動いてってそのまま打てるような感じしない。1パン1パン、これを変えたい。はい、はい、1回飲んでいいですか。そう簡単に変わらないよまあでもなんかコツをつかんだ時は早いのかもしれないけど。それなりに長く染みついた準備の癖っていうか、はい、そこはちょっとだから大きく自分で意識しないと。さっきのねすごい大げさにやったっていうぐらいその動きの感覚も変えていかないといけない。テイクバックが新鮮でした。僕は前に残してるのかなと思ったら一回こっち、前に残してるって最初からこう離しちゃうのかなと思って。テイクバックを最初から手を離しちゃう感じになると正面向いてるところがこうやってやってても変わらないじゃないですか。これ結構手打ちの原因っていうか、こうやってこのまま横向いたら、あとはそのまま横を向く、これもこういうふうになる。これは最初の段階でこうやって入ってからこうやって入ればこっからの力がこうやって移動していく。あとはこうやってリターンの時の
こうやって入って、こうやって打っていくような感じ。最初からもうこうやって、こうなってれば、バーンってこうやって足の蹴り出しで上体のひねりを戻すだけだから。うん、そしてもうこういう癖を、まあ、例えばまあこうやって時間がない時は後ろにこうやって引いてこういう風な打ち方もできるけど、できるだけこういう風に力を出してきて、なんかディフェンスの練習、スライスはこの前やったっけ、なんかやりたいってこと。そうですね、この感覚は今知ったんで、うん、持って帰って自分でやった方がいいですか。じゃあ今やっ、あのもうちょっと感覚確かめるためにやってもいいよ。もうちょっと、やめて、バックの方が、うん、もう一回再現できそうです。フォアはまだわかんない。フォアね、ちょっとやっぱり、ここにやっぱりこういう風に落とす感覚っていうのがやっぱなかったですね。うん、なんでこれをちょっとする、まだちょっと、ラケットヘッド立ててるところからこうやって、こうやってそのままさ、こうやってラケットヘッド立てたら重さを感じれるでしょ。このままふっと、そう。そうなんですよね。落ちてくる前に、打とうとしちゃう。うん、もうこんな感じですね。僕これ。そうですね。こうやって大げさにやるとしたら、ラケットヘッド立ってるところから、うん、もうこうやって開いちゃうぐらいな感じ。うん、開いちゃうぐらいな感じから、こういうふうに持っていくぐらい。だけど開いちゃうときに今富田さんの見てたらこうやってきちゃうんですよ。それは今どうしてもそれってこうやって引いてるからだと思うんですよ。こうじゃなくてこうやって引いてるからこうやってやっちゃうんですよ。癖だわ。例えばそれをこうやってこうやって、この動きだ、今こうやって、ちょっとこういうふうに回旋させてるイメージなんだけど、僕はどういうふうに振ってるかな。こう、ちょっと回旋させてる感じなんだけど、ここだけで振ってる。ちょっとこういうふうに回っちゃってもいいのかな。こうやって回って、ここだけを回旋させて回ったときに、そこでコントロールできる。これだけ。その、今の動きをしたときに、今ここが切り替わってる、この、ここはできてる。インターナルローテーションができてる。はい。はい、ここが、助走になってるというか引き金になってる感じはありますか。引き金、引っ張られる。そうだよ、そうだよ。ゴムみたい、ゴムが伸びてるみたいにこうやって引っ張られる感じ。それがあまりにもこうやって開きすぎちゃう感じになった時に打点が遅れると多分コントロールできないから、今極端にさ、こうやってあんまりこれを使わないでこのままここだけでこうやってやれやれって言ってるかもしれないけど、もうちょっと大きい動きを出すときは、こういうふうに使うから。これと、ここと、この感じと、これを使い分ければいい。アプローチのときって、こうやって、こういうふうにあんまり開かないでこうやって使ってでしょ？こうやって。大きい力を出すときは、多分もうちょっとこうやってスイングがこうなるでしょ。今のフォアの違いを、やってみたら。
ショートラリーです。ショートラリー、オッケーオッケー、はい、いいよ。あのショートラリーの時は今の大きい力はいらないから、はい、ショートラリーの時はもうこれだけ、ここがもうこの手先だけぐらい、こうやってこれだけ。変じゃない、変じゃない。これが気になるけど。ああ、もうこうしちゃいますこうしちゃってもこうなってるから左手の動きが全然変わってない